回る。ドッジボールの投げ方あるあるの投げ方だけドッジボールやってきたよこの企画はですね、はい、あの470万回再生されたあのドッジボールの投げ方あるあるの、はい、投げ方だけでドッジボールを縛いちゃうよっていうね。なるほどね、うん、ちなみに TikTok のこのネタ考えたの踏んでるよ。ごめんなさい、TikTok のこのネタ考えたの俺だ。足踏んでんだごめんなさい、踏みたくなっってるな。じゃあ TikTok のこのネタ、まあその動画はこちら、落ち物の投げ方あるある。これなんです。まあだから一人が、この4つの投げ方で1つを1人ずつ、はい、今の投げ方で1人に1つずつ割り振ってやっていく。なるほど、はい、2のチームで当たったら抜ける、はい、2人とも死んだら負け、はい、シンプルドッジボールルールです。いやそれでは次やっていきましょう。せーのーライト、ゲットパーで合わせ合わせ合わせ、ゴリラとチームだ。ゴリチーね、勝ったチームゴリチー勝った。大振りの大丈夫、これ金髪になってるんで。いつかちなみに俺投げるのも取るのも下手ですけどいいですか。ポークラポーコスライダーズ、行くぜおいえー、行くぜひどい、ひどすぎる。この時彼はこう思っていた。いっそのこと殺してくれ。こっちじゃね？こっちじゃね？何当たってんだ？俺終わり？終わり？まあ、カバー、俺カバー、俺カバー、俺カバー。俺がでっから任しとけ。うわ、うまい。殺人ゲーム。
ほどだ。いや俺がね、当たっちゃったから。そうなんだよ。俺が多分これでいい。ボツです。なんで負けたからボツにしようとしますこいつは。ボツです。出た。負けた過去を検討としています。負けの中全ボツ。この動画が出なかったってことはボツです。伝わんないんです。伝わんないです。ドッジボール学校でもできますので、はい、真似してやってみてほしいと思います。はい、はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、いいね、高評価、インスタフォローよろしくお願いします。さあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。夏の大型企画まであにあと20イエーイ。次回の動画は大人気の完全再現シリーズ、キャプテン翼やっちゃうよ、カメラマン大活躍するよ、尺が足りないよ。